昨年6月に現役を引退した元幕内、石浦の間垣親方の引退相撲が6月1日に両国国技館で開催される。2月1日からチケットも販売され、親方は所属する宮城野部屋の力士の指導と並行して、準備に追われる日々を送っている。引退相撲に向けた思い、親方業、現役時代の思い出などを聞いた。取材。 斎藤茂俊氏、毎日、ドキドキですね。引退相撲の準備を、やっても、やってもこれでいいのかなと、することが多いので不安ばかりです。あと約4ヶ月で曲げともお別れ、昨年6月1日に引退してから生活に変化は、曲げが当たり前の生活でしたからね。ただ、今は忙しさに追われて、寂しさとかはないです。 生活で言えば、朝稽古をしないでいいのは気が楽。親方としては今、相撲を教えるのが楽しいです。現役時代は首の大怪我も含めて、気が休まることがなかったのでは。現役中は、朝稽古に行くときに子供たちの顔を見ると、怪我をしたら顔を見るのも最後かもしれないな、とか考えていました。そういうネガティブな感情がずっとあって、 稽古に対して辛いのが嫌ではなく怖さがありました。今は家族との時間も増え楽しい日々です。親方になって部屋の力士を指導するときに心がけていることは、その力士の性格を把握するまでは頭ごなしにアドバイスしないようにしています。相撲を一番、二番見たら、こうした方がいいよと言いたくなりますが、少し我慢。 やはり、今の時代は信頼関係が一番大事で、信頼があるとないとでは、受け取る側の捉え方も違ってきますから。力士たちに一番教えたいことは何ですか自分が引退して、一番大事なものは何かと考えたのですが、やはり基礎です。うちの師匠、宮城の親方、が見本。白宝関は基礎運動を約1時間。 長い時は2時間ぐらいかけてやっていました。地味だけど一番強くなる方法なので、そこを部屋の子たちに教えてあげたいのですが、なかなか難しい。ほとんどアップせずに相撲を取り始めたりする子もいます。それでは強くはならないよ、と思うんです。自身の経験から伝えたいことは、人のことを羨ましがるようなことはしないでほしいです。 人の真似をすることも大事なんですが、誰にでも良い部分は必ずあるので、そこを伸ばしてあげたい。これは自分の経験があります。私は現役時代、遠方になりたいと思った時期がありました。後輩ですが、番付を駆け上がってきて、私が勝ったことのない相手に勝ったり、対戦したことのない番付の力士と当たったりするのを見て、彼になりたいと思いました。 だから炎鵬の映像を見たり、アドバイスを求めたり、そういう時期が2年ぐらい。でも、人にはなれないんですよね。炎鵬への憧れをやめたきっかけがあった。炎鵬になろうとしすぎたばかりに、自分の良い部分を忘れて、どんどん悪い方にはまってしまいました。そのタイミングで足首を骨折。 その時に妻から、私はあなたの相撲が好きだけどね、と言われたんです。この言葉を聞いた時、応援してくれる人たちにとっては、遠方になりたいという、今の自分の姿は違うんじゃないかと、目が覚めました。自分のスタイル、強みを忘れちゃダメだと、自分の相撲に立ち返ったら、番付も上がり始めました。 自己最高位の西前頭5枚目となった2022年春場所中に引退のきっかけとなる首の負傷があった。それまでも首を痛めたことはありますが、この時は痛いとかではなく、体の力が抜けるという初めての感覚で怖さがありました。お医者さんに見てもらったら、首の関節が狭まって、神経を圧迫していました。 長年蓄積されたものが何かのきっかけで追間板が潰れてしまい、手術しかなく、手術したら相撲は取れないと言われました。この場所は再出場も翌場所からは7場所連続で全休して引退を決めた。引退を決めた一番の理由は、後遺症が残って子供たちと遊べなくなったらどうしようと考えたこと。 家族と普通の生活ができなくなったらどうしようと考えた結果、引退を決断しました。現役時代を振り返ると、小兵ならではの多彩な技もある一方で、力強い相撲の印象も強かった。小さい頃から一生懸命稽古したけど、自分より遅く相撲を始めた体の大きい子に吹き飛ばされたり、すごい悔しい思いをしました。 そんな中でも体が小さくてもしっかり当たって前に出るという意地は持ってました。各界入りしてからも前に出る相撲を取りたかったのですが、まっすぐ行くと吹き飛ばされた。だから重量では飛んだり跳ねたりが多くなりました。そこから筋肉がつき、体重も増えると前に出る相撲ができるようになって、それで勝てるようになったのは嬉しかったですね。 大きな力士と対戦するとき意識していたことは、大きい人よりはスピードがあり、中に食いつきやすい部分で勝負できるというのはありました。プラスして立ち合いでバチッと当たって、押す力はどうしても必要。今活躍している小兵と言われる力士は実際に、みんな押す力を持っている。小さい力士こそ、押す力が大事です。 約10年間の現役生活で印象に残っていることは、新十両の先秋落で西岩親方、元若の里、と対戦した時の感情は今でも覚えています。自分が応援していた、鳥取城北、高校、日本、大学の先輩、ことみつと同時期に関分けを張っていた方との対戦でしたから、嬉しさ、怖さ、 当時は何とも表現できない感情でしたが、今では対戦できたことに感謝してます。もう一つは妙義流石の言葉です。照ノ富士石が最初の大関だった時、妙義流石が土俵際まで持っていきながら、逆転で負けた取り組みがありました。次の日に、昨日、惜しかったですね、と声をかけたら、でも、俺らしかったよ、と帰ってきました。 あそこで攻めないと俺じゃないから、と、普通ならあと一歩出ていればとか言うじゃないですか。勝ち負けより生き様という感じで、すごいかっこよかった。土俵の中では勝敗よりも、自分らしさを出す方が大事なんじゃないかなと思える出来事でした。改めて大相撲の魅力を教えてください。今館内警備を担当しています。 現役の時は気がつきませんでしたが、所作って本当に美しい。それぞれ個性も出たりして、全部が美しい。あと、やはり迫力はすごい。これまでの人生で今が一番、相撲を面白く見ることができているかもしれません。引退しても大相撲に関われて本当に幸せです。最後に引退相撲に向けて、ファンにメッセージを。 これまでの引退相撲にないようなグッズも用意していますので、楽しみにしていてください。今は当日のことは全然想像できないですけど、断髪式では泣いちゃうかもしれません。笑い。間垣キ希少、マ義キ本名、石浦正勝1990年1月10日、鳥取市生まれ。34歳、父、時吉、時吉。 3話名門、鳥取城北高モー部の総監督。同校から日大に進み、2007年世界ジュニア軽量級で優勝。卒業後は一時、オーストラリアに語学留学したが、横綱、白鵬の内弟子として宮城野部屋に入門し、13年初場所で初土俵。15年春場所で新十両、16年九州場所で新入幕。 首の怪我のため23年6月に現役を引退した。最高位は全頭5枚目。関東省1回、通算350勝321敗108級。幕内は161勝186敗43球得意は右四つ、下手投げ。現役時代は1725センチ、105キロ。家族は妻と二男一女。